久しぶりの都会はさ。葬式で行っただけだぜ。慌ただしいだけだったよ。でさ、探しといてくれた？頼んどいたやつ。お前、人の話聞いてないだろ。俺は葬式で帰っただけだぜ。おもちゃ屋巡りをしてる余裕なんかなかったんだよ。ちっちっち。おもちゃ屋とホビーショップは全然違うよ。特に洋物、こっちじゃなかなか手に入らないからね。洋芸のカタログを持ってきてもらいたかったんだけどね。そんなのまた通販で取り寄せりゃいいじゃねえか。あ、どうするかな。またプレイングの熱いゲームを入荷するからね。今度は私にも分かりやすいゲームがいいな。俺にも分かりそうなゲームがあったらやらせてくれよ。じゃねえか。俺だって遊び百般、遅れを取るつもりはないぜ。じゃあ今度はケイチ君も仲間に加わるのかな。Thank you.
ここで先頭を譲るとはな。お手並み拝見ってことかよ。下がってろレナ、危ないぞ。やつだ。え？じゃあサトコちゃんが？見え見えの罠だな。引き戸の上に挟んだ黒板消し。見え見えだぜ、サトコ。お見事、ケイちゃん。こりゃ今回は勝負あったかな。いや、相手はサトコだ。これだけとは思えない。石とかは入れてないみたいだな。じゃあさ、じゃあさ、ガラガラって開けて落としちゃえばいいんじゃないかな。それだ。見事なコンボだ、サトコ。だが所詮はガキの浅知恵だったな。一段とスペシャルなトラップワークになったじゃねえか、サトコ。私、何のことか分かりませんもの。朝がついてませんわね。てめえ。あ、いってててててて。
ちゃんのおかげで痛みが引いてきたぜ。リカちゃんはいい子だよな。それに比べてサトコは、サトコいい子でございますのことよ。いい子はこんな凶悪な罠は仕掛けないぞ。ごめんなさいって言ってみな。言わないなら、毒が俺のデコピンはすごく痛い。ベニヤくらいなら終わる。
まずいが誘拐はもっとまずいぞ。諦めろ。じゃあ見てるだけ、見てるだけだよ。それならいいよね、よね。間に合ったね。